が今日もスタッフ画面に名を連ねています。降りてきました石原、阿部の足元に入れてワンタッチ落として稲垣から石原がシュートを狙ってきました。先制ゴール甲府、ベテランの石原、甲府生え抜きの大ベテランが主君の先制ゴール、バンフォーレ甲府。まあ、回し方が素晴らしかったですね。まずワンタッチワンタッチでつながってて、はい、そこから思い切りのいいシュート、まあ、相手に当たってボールの軌道が変わりましたけど、まあ、前節柴崎にやられたような、あですね、はい、